神奈川中央交通、戸塚営業所。神奈川中央交通、戸塚営業所は、神奈川県横浜市泉区上飯田城4481の位置に位置する神奈川中央交通の営業所の一つである。営業所の略号は、と。別称は上飯田車庫、横浜市南部のうち、東海道線より、西側の地域の路線を、主に管轄する。 横浜市戸塚区上安部町2208の5に、上屋武装車所を持つ。これは、旧、神奈中岸港、戸塚営業所で、現在は、神奈中ハイヤー、戸塚営業所敷地内にあり、車両の待機や乗務員の休憩に使用されている。以下、戸塚 BC と表記する場合は、戸塚駅西口の、戸塚バスセンターを指すものとする。戸塚営業所という名称であるが、 所在地は、戸塚区ではなく、泉区である。これは1963年、昭和38年に新設された前岡営業所と分割した際、所在地を、戸塚区の戸塚町から中電町、現、泉区田町、立場ターミナル停留所へ移転したが、当時は、泉区が分割する前で、戸塚区の一部だったためである。現在の戸塚区には、前岡営業所がある。 神奈川中央交通の横浜市内にある営業所では、バス共通カードの導入が一番遅く、だ営業所のバス車内には、バス共通カードは、都塚車には使用できませんという張り紙があった。一方、パスモに関しては最も早い導入となり、2007年3月18日のサービス開始時から、エリア内全路線でパスモが使用できる唯一の営業所となった。 2015年3月22日までは営業エリアは大気路宅間運賃の地域であるため運賃支払い方法は基本的に後払いであるが一部路線の駅行きと家内方面路線の往復便で前乗り前払いが採用されていた。これは戸塚 BG でのバス収容能力が限界のため 後払いにすると乗客が乗車できず、バスが路上で停車中のままの状態を避ける目的があった、か内方面は、大船駅でも様の事情がある。同年3月23日から、館内全路線で乗降方法を、中乗り、全振り、運賃支払い方法を後払いに統一した。1999年9月13日に、前岡から移管されたが、 2000年8月17日に、マ岡に復帰、横浜環な公委託、2003年10月20日に、再び戸塚に移管された路線。戸13は、1999年9月13日の、上井田への営業所移転と、戸15から20の戸塚間に伴い、戸40を延伸する形で開業した。戸17.19は、戸塚駅と三坂駅を結び、 湘南線病院を経営するか否かの違いである。主に、戸塚川が混雑しているが、泉、セアリオ区内までの利用客も多く、戸塚駅三坂駅間の乗り通し客も少なくない。国鉄時代にはこの路線で連絡運輸を取り扱っていた。路線名はアクア線となっていたが、これは戸塚を勝つ相模新橋アクアの路線名称で、国鉄との接続駅は、 戸塚カ駅だった。途中バス停に旧国名を冠した相模新橋が存在するのはこの連絡運輸の名残である。と18は2014年1月14日に新設された路線で平日朝に戸塚カ駅東口港のみ運行する。と16は2017年4月3日に新設。横浜早戸中学横浜早戸高校へ。 乗り入れ路線平日に往復のみ運行。トツカビーシドリームハイツを結ぶ、カンナチュクッシュの本数を誇るドルバコ路線。徒歩10.5255.56を合わせて、朝ラッシュ時は3から4分間隔、日中は7から8分間隔、夜間はラッシュ時4から7分間隔で運行する。横浜ドリームランドが営業していた頃は、もちろんのこと、閉園した現在でもトツカ駅と、 鉄道空白地帯である、戸塚区南西部、泉区南部の一部区域徒歩険内を結ぶ重要な交通手段である。原宿交差点の渋滞で遅延が状態化していたが、現在は徐々に解消しつつある。以前は、徒歩10の急行便が存在した。2003年12月1日から3ヶ月の期間限定で運行される予定だったが、2004年4月1日から、 正式に運行を開始。平日の朝2本が、ドリームハイツ原宿の各停留所に停車。原宿、戸塚 BC は、無停車で運行されたが、2010年4月18日の、戸塚 BC 移設と同時に廃止された。あと52は、かつて、ドリームランド訪問客輸送の主力だったが、日中を中心に、と50に、区間延長したため、現在は、 平日朝及び16時以降、土休日の20時以降に運行される。往路は深夜バスあり、平日9本、土曜5本。平日1本のみ、戸塚 b c 吹き上げ間を運行すると52、系統が設定されており、かつてのと74系統と同一の運行区間で、ある。2011年2月16日に、と55系統新設。 横浜医療センターに乗り入れるようになった。現在は日中毎時2本運行。さらに2011年9月20日に都56系統が新設され、区間便として平日朝夕ラッシュ時に運行されるようになった。2010年8月30日に発着場所が戸塚駅から戸塚 BC に変更となり、長後街道方面の路線が戸塚 BC に集約された。 2014年1月14日に行われたダイヤ改正から平日朝に運転されるト塚カ BG 用の便を休行として運行している。休行便は途中の日産前停留所とあざりへ団地入り口停留所には停車しない。2015年3月14日のダイヤ改正ではト塚カ b c 方面のバスは全便休行として運転されるようになった。 長後街道を走る路線は、かつて様々なバリエーションがあったが、1999年8月29日の路線改編で整理され、2002年1月16日に長距離系統が廃止された。現在は1時間に2から3本走ると61.64、そして鳥が丘方面に向かうと79を中心として、と58が出入庫も兼ねて運行している。 と58は、ほぼ全線で、横浜市へ地下鉄と重複するが、地下鉄延伸後も依然として、立場はバス運行上の拠点であったことが幸いし、廃止は免れた。しかし、ダイヤ改正の度に減便を繰り返しており、2018年5月13日の、ダイヤ改正で1日1本まで減便された。立場駅開業前は、現在の立場駅停留所で条項を取り扱っていた。 都61は、戸塚 b c 発着便の出入庫系統で、上、飯田車庫の営業開始と共に誕生した。出入庫ながら1時間に1から2本程度運行され、以前は深夜バスも運行されていたが、こちらは2002年1月16日に廃止された。都64は都61の区間便で、湘南大駅延伸前から存在し、 1999年8月29日改正で、都63.65を吸収した。改正までは深夜バスが運行されていたが、都61の深夜バスへ発展した。現在は廃止。都79は以前は鳥が丘中央を経由していたが、2002年10月1日に現行経路へ変更された。2014年1月14日より、 平日朝の弥生大駅発戸塚 b c 行の便が全便休降化され、その後2015年3月14日には終日運転に拡大された。休港便は日産前停留所とアザリエ団地入り口停留所には停車しない。戸塚 b c と立場を結ぶ路線で同一地点を結ぶと58よりかなり遠回りである。沿線には住宅が多く、 立場に営業所が存在していた頃から、単なる出入小便ではなく、主力路線として運行していた。平日朝ラッシュは6分間隔、平日夕ラッシュは7から8分間隔、その他の時間帯は15分間隔で運行され、往路のみ深夜バスが設定されている。行き先表示器や公式サイトの時刻案内では、以前から、組沢という名称の停留所が存在しないのにも、かかわらず、 グミザワ経由と表記されているのは南部を中心としたグミザワ地区を通るためである。都71.72は戸塚 b c とオ船フナキを結ぶ路線で違いはヒルズナン・都塚を経由するか否かである。1999年8月28日までは都71が1日中運行される期間系統で都72は1時間に1本程度の運行だったが、 現在では、都71が、往路、朝、袋、夕方と夜間に運行され、その他は都72が運行されている。都73.75は、平日運行で、都73は都72の区間便としての役割を持ち、往路は2本、深夜バス1本含む、袋は朝ら主事に運行される。都75は、家内高校への通学系統で、往路は朝、 袋は22時代に1本運行される。都77は22時代に1便運行だが、袋は同様、被災実の運行がない。なお、家内方面の各系統は、2002年頃から2015年3月22日の間は、それまでの小払い方式から、前乗り前払い方式へと上行、運賃支払い方式が変更されていた。 2001年11月30日に開業。戸塚 BC か内までは都71と同一経路で片道のみ運行する循環線。区間便の都94.95はそれぞれ朝、夜のみ運行される。この系統は開設後の利用者数の伸びが高く、既存路線からの移行もあって予想以上に乗客が増加した。その結果、ラッシュ時に積み残しが生じたため、 利便性を図る目的で細かな経路を設定したことから、最近は相次ぐ増便により、この系統は朝ラッシュ時が1時間あたり、最大15本、夕ラッシュ時は最大10本、日中でも1時間に4から5本となっている。と90は、始発から13時台は上、矢部高校先回り、14時台最終は、両家中学校先回りで運行している。 都91は都9 6の区間便で、往路は午後、袋は午前に少ない本数で運行される。開設時は専用の小型車での運行だったが、2010年までに全廃市中型車へ転換した。都96は2002年9月26日に新設された。都塚第一工業団地の中に誕生したマンション、ラムーナ横浜都塚を結ぶ。当初は、 トツカ BC 発議だったが、2009年6月8日より、トツカ駅に変更し、平日朝のみ運行となった。都98は2009年6月8日に開業。諏訪久安、城矢部地区センターまでは都90と同経路を通り、都90同様と始発から13時台は上、矢部高校先回り、14時台最終は、両家中学校先回りで運行する。 車両の変遷はあるものの、開設から2015年現在に至るまで、中型車で運行している。大船駅と立場を結ぶ。船21は、往路が平日朝、袋は平日早朝と夕方、と休日は早朝のみ運転される。船22は1時間に1から2本程度運行され、往路は深夜バスの設定がある。船24は船22.25の区間便で、 東系統よりはるか後に設定された大船駅、湘南ハイツ大船駅線も同系統を名乗っている。船21,22,24,25合わせて大船駅西口から原宿方面は日中は約15分間で運転される。船21.22系統が停車する二軒屋は深谷小入口に解消された。ただし、 と60系統の二軒家についいいてては解消されていない船27は平日ラッシュ時に運行される、循環線。朝は、住友電工先回り、夕方は、田谷先回りで、2013年3月23日、以前は、前乗り前払いだった。船48は、通学時間帯のみ運行される、公文国際学園への通学用系統。 途中の停留所はすべて通過する。スクールバス扱いで一般客の利用は想定されていないため、公式サイト等に乗り場、路線案内や時刻表の記載はない。異例6は始発から12時台は中屋敷先回り、13時台最終は胃腸団地先回り。異例7はその区間便で、往路は夜、袋は朝運行される。異例8は途中で上、 飯田団地を経由するため、団地入り口から上、飯田団地を往復する。戸塚 BC と、長後駅を結んでいたと62の短縮版。1999年8月29日の、市営地下鉄湘南大延伸に伴う改正で、消滅したが、2002年1月16日、と62の廃止に伴い復活した。中型車による運行である。かつて、 綾瀬営業所が運行していた小25が99年9月13日に移管された際、ドリームハイツに延伸された路線。2012年8月1日に綾瀬へ移管されたが、2016年8月12日に再び当営業所の担当になった。小29は2009年4月6日に新設。横浜薬大の休校日や長期休校期間は運休する。 途中停車なしの直行便。2002年10月16日に3つ揃って開業。2010年現在で唯一泉中央駅を経由する路線。2003年10月20日に新設。それまでバス空白地帯だったエリアに新たな道路整備を待って開業した。2007年12月16日に開業。主に環状4号線の新規開通区間を経由する。 近年開設された境外路線用に、イスズエルガミオの配属があるが、大型車は、一般路線用のすべてが、三菱不走車で占められる。三菱不走車には、日産ディーゼルからの OEM 供給車である、西日本車体工業製ボディの、エアロスターエースエアロミディエスも在籍している。横浜市営地下鉄、湘南台駅延伸前、戸塚、長保線は、カンナ中にとって、 大幹線であり、現在でもドリームハイツを筆頭に、遠方や高台に位置する大型団地路線が多いなど、路線条件に恵まれている関係から長弱車が最優先に配備されていた。これら長弱車は2005年に全廃されたが、カンナ中全体でも厚木に次ぐ規模だった。近年導入が進められているノンステップバスは標準弱サイズを選択していたが、2014年11月以降、 導入者のノンステップバスは短尺サイズになった。また、2016年6月には、町田から軽尺のエアロスターノンステップバスが1台転入した。という、実際には運行されていない系統のものが存在した。地下鉄延伸に際して、横浜市交通局と共同で交通流動調査を実施したものの、この結果だけでは地下鉄延伸後の乗客推移がはっきり予想がつかず、 将来の再改変を見越して用意した系統ではないかと思われる。事実、この流動調査を使って、便数調整を図った路線の中には、地域の実態に合わせて、すぐに再度便数を増加した路線もある。例、553、省例7。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。